はい、どうもダイです。今日ね、とあるものを買ってきました。その名も VR キット。ごめん、逆だ。おいVR キット。こちらをですね買ってきました。で、これはね、最近出たばっかなんだけど、任天堂スイッチでできる VR。 みんな VR ってわかるかな。この VR ってのはバーチャルリアリティの略、省略なんだけど、まあ今私たちがこう視覚で見てる画面をそのままゲームと共有できる。ごめん、説明がすごい難しいけど、とりあえずここにつけるのが VR です。これです。これ段ボールなんだよね。まあ、とりあえず僕これ買ったんですよ。任天堂のこれで VR やりたくて、僕の VR 欲しくてさ、ずっと欲しかったの VR。 友達持ってるしさ、俺もやりたいなと思ってて、それを持ってた矢先に、まあ、たまたまこの VR が出たので、今日はこの任天堂の VR、 こちらを使います。むずくね、これむずくね、これ。これ作るのむずくねこれ、VR。なになに？どっちを持ってるか。バズーカのみ、VR キット。こっちだ。俺はこっちを持ってるから、左だ。作り方が、これに書いてあるみたいなんで、説明書らしい、いわば。これ見て作っていきましょう。あ、これだ。ここ。多分これだよね、これ。これのことだよ。これのこと言ってるんだよ。これを、切り抜くんですよ、こうやって。灰色のここハトメを袋から2つ。どれだ？これ。これ出したんだけど、灰色って言ったらここら辺かな？あ、これだね。ここに差し込みました。今、左下で見本の画面と同じ状態になってます。できた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 。で、これ見ちゃっていいのかな。あ、逆だ。え、すごい。2回コンコンしてノックしようって書いてある。え、なにこれ。カーソルに合わせて2回。テニスボールになった。おー、すごい。待って、これすごいわ。すごいけどさ、これみんなわからないよね。ようこそ VR の世界へ、みたいなこと書いてある。ジョイコンで人を動かそうだって。おー、殴ってきた。え、なにそれ。みんなには伝わらないけどさ、自分が楽しむにはすごい面白い VR ゴーグル。見れるかな？一応ね、すごい見にくいと思うんですけど、中に世界が広がってるんですよ。マインクラフトみたいな。まあこれ多分チュートリアルだと思うんですけど、これがね、ちょっと面白かったんだよ。面白かったんだよ。はい、ということでですね、VR を作ってみたんですけども、自分は初めての VR だったので、とても感動しました。まだまだね、部品あっちに置いてあるんですけど、他にもバスーカとか作れるみたいなので、時間ある時に作ってやってみようかなと思います。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。